もう今日はこちらをいただきたいと思います。恵比寿琥珀恵比寿さん、あのコメントに参りました。あのメイク道具をちょっと紹介したいなと思ってたので、ちょっとそちらもやっていきます。乾杯です。美味しいですね、紅白恵比寿。コク深くまろやプレミアムって感じで美味しいですね。なんかちょっとコーヒーの味がしますね。かすかに、かすかにコーヒーの味がします。なんかコクが深すぎて、あ、限定販売だそうです。おいいですね。バックが 100% 生ビール、イエーイ、うまいぜ。美味しいですね。うん、あ、なんかちょっとコーラの味しますけど。あ、でこれ化粧メイク道具、ちょっとこれポーチ持ってきたんですけど、これバニークラッシュっていうやつ、確かバニークラッシュってところのポーチなんですけど、まずあのファンデーション、これあのなめこがついてる、これチフレのファンデーションですね。これあのなめこスナックでついてきた、あの付録貼ってるんですけど、これちょっとあの色焼けてきたんで、焼けてきた時よりこれセザンヌさんですね。セザンヌさんのこれあのちょっと黒めのファンデーションですね。ちょっとあの焼けたので、あの、はあ、顔だけ白いよって言われたんで、ちょっと、うん、ちょっと焼けた時用にこれ黒いのですね。これも激アツのチフレのやつと、あとこれも100均のシャドウですね。あとこれもケイトのシャドウです。結構も使い込んでますね。これ一番使い色ですね。あのこういうチャイブラウン系、ちょっとあの あと美声もこれ、はい、これ黒が一番使ってますね。うん、アイシャドウですね。あとはあの私そう誤報っていうか、あのケイトのライナー使ってるって言ったんですけど、ケイトじゃなくてケイパレットでしたね。ちょっとあのケーパレットでした。これなんですけど、2本使ってるんですけど、あ、こっちか、これケーパレットでしたね。これなんか24時間って書いてる、これすごいいいですよ。なんか落ちなくて、あの化粧落としとかで落とそうとしてもなかなか落ちないのがあれなんですけど、これ2本使いしてますね。これ細い方と太い方と、すいません失礼しました、ケーパレットさんのあれでしたね。あれ、これオールインワンジェルみたいな感じのあれですね。私めんどくつぼらなんで、ちょっとあの、うん、化粧水とあの乳液と全部あの下地と一緒になってるのがいいなみたいな感じ。オールインワンジェルみたいな感じです。クリームですね、うん、カラーの、あ、これメイベリンのあのマイメロちゃんの、これかなり昔のやつなんですけど、これあ、つけま普通はつけるんですけど、つけまつけないときはこれのマスカラつけてますね。だいぶ昔に買ったやつなんですけど、かわいいですね。マイメロちゃんがこう四方にまたがり乗ってるっていう。そうです。あとリップ系ですかね。あと100均のあのつけまつげとか、あとこれなんだろう、ゴソゴソすると出てくる。私でも普段なかなかあんまりあれなんですよね、化粧しないんですよね。あの仕事場とかにもあの上司にお面塗ってこいって言われるんですけども、めんどくさくて、ちょっとあのいやどうせ汗かくんでぐらいにちょっと流して、あの化粧はあんまり普段しないんです、してってないんですけどね。うん、うまいですねこれ。これパフとかも出てきますけど、ちょっとすみません、やっぱり350だとあれですね、あっという間劇場ですね。あっという間劇場。あ、これはあれですね、チーク、これはラブシュカですね。ラブシュカのチークです。ちょっと形がちょっと可愛いなと思って、これとあと100均のチークもあるんですけど、こういう感じで、これもう結構使ってるんですけど、これはパフちゃんですね。これピンク系ですね。100均のはちょっとオレンジ系のチークなんですけど、うん、
あとこれが、あ、これですね、ケイト、あのアイライナーってあじゃなかったです、これアイブロウですね。これ今もう髪染めてないんですけど、髪染めてた時は髪の色に合わせてこれ眉毛もやってたんですけど、髪染めなくなってからあんまこれ出場回数が減りましたね。これあのコンシーラーですね、ケイトの。あのそばかす私めっちゃ多いんで、このケイト の, あのコンシーラーでシミそばかす隠してます。これもかなり使い込んでるんですけど、これビボのアイライナーですね。これもビボさんの、これすごいですよね。もうあとちょっと残りわずかなんですけど使ってますね、ビボさんのアイライナー。あとこれキャンメイクのあの涙袋とかこうやる時の目の下にやるやつです。あとこれ韓国ショップで買ったんですけど、もう残量が少ないんですけど、レイさんとかって言って、ちょっとあの押し売り気味な感じに、あの東京の新大久保行った時にガツガツ来ますね、 あそこの店員の人って、あの韓国人の方すごいなと思って、もともとでもこれ雑誌とかでも欲しかったんで、その韓国ショップでこれライナー買いましたね。なんか結構雑誌とかにも載ってましたね。でこれリップ系がこういう感じです。これあのディオールさんの、あ見えないですね、これボコボコしてますね。あのすごいあの攻めたい時はちょっとこの赤いリップであのやってます。あともう一種類あるんですけど、ピンクでパープルが入ってる、これはディオールのリップ超好きですね。なんかいい匂いするんですよね、すごい。うん、ともう一種類はちょっとどっかにあります。今これあった、あこれランコムさんのこれも使ってますね。ランコムのジューシーチューブリップグロス、うん、これもいいですね。これもだいぶ昔に買いましたね。でこれはマック、これも色がもう見えないですね。マックって見えないんですけど、これあの使い込んで、これあのレディーガガさんとのコラボした時、かなりこれも昔に買ったんですけど、リップスティック ビバグラムガガ2とかって書いてますけど、これすごいあのこれもいい匂いするんですよね。これもうちょっと肌色チックな感じなんですけど、これなんか仙台かな、仙台のマックに行った時にちょうどなんかガガのなんかこういうサインですかね、これなんかコラボしたやつが売ってて、うわーと思って買いました。これもめっちゃいい匂いしますね。うん、結構も使ってますね。最近化粧があれであれなんですけど、ケイトの、あこれもライナーも使って、 こっちなんかダブルチップになってる、これこっちの方よく使いますね、これダブルラインで、うん、これとこっちはあんまり使ってないんですけど、これも入ってますよ、こっちの。あとこれ私すごい好きな、これアンスイさんのこれフェイスパウダー、昔10年以上前に買ったんですけど、これあの高校生の時修学旅行で大阪行ったんですけど、あの高校の時に大阪行った時の、修学旅行行った時のなんか大阪のアナステイでこれ買いましたね。もうだから10年以上前にあるんですけど、品質にでも全然あれですね、問題なく、あの今もこれ形がすごい可愛いんですけど、あこれのフェイスパウダーとかもすごいあの使ってますね、これあのこれラメがちょっと入ってるんですけど、あすごいいい匂いしますね、これもラメ入ってて、うん、あこっちですかね、あのこれ水色のなんかターコイズブルーみたいな感じで、水色のなんかラメが入ったあのシャドウとかもあるんですけど、このアナセイの、うん、今これの中にはないですけど、あのもっとあのでっかいなんか銀色のポーチみたいなのにちょっと化粧品入れてるんですけど、あその中にもあの入ってますね。あのすごいしっとりしてて、すごいやっぱりアナセイいいですね。あのシャドウもクオリティ高いですね。これケースも可愛い。このままもうずっと10年以上ここから使ってるんですけど、可愛いとちょっと捨てられないですね。あの、うん、でこんな感じですね。全部ではないですけど、まだまだたくさん本当は化粧品、あの大きい銀の箱に入ってるんですけど、一応この中に入ってるのはもうそんなこんな感じです。はい、すいません、長々と失礼しました。ではまた。